ハイタイグスヨウチュウガナビラ、シワシ2日金曜日午前10時、旧暦ユトウテイシムチチのユッカナトイビン、カフムイラジオチムビラの時間ナトイビン、パーソナリティやシマクトバベンチョウソウルハルウト、はい、ホカマチヨクヘイビン、はい、そしてユースクラブのシマムクロリサヤイビン、はい、チュウヤウノミッチャイシウトドキサビン。この番組やうちなぬ弟カタリンとうち、うちなんちとしふくいもっち、異文化と積極的に関わっていちゅるくくるはぐくり、ファーフジェのニフェのくくるとしまくとば伝承しいちゅる番組やいびん。毎週しまくとばうちなかなさそうるつぬちゃーとのお話、身近でうくちゃるうちなのニュースのコーナー、ゲストンうんちけいしお話しちちゃるコーナーなどの内容しお送りさびん。またパソコン、インターネット、チコーラリーいる方や、ユーストリームからの同時放送そういびいくと、うちなやまと、海外かい暮らし型ソウル、うちなかなさするぐしゅうよん、この番組ちちゅるくとないびいくと、最後までちちみそを利用たい。ラジオンちちょるぐしゅうよんからメッセージ、直訓リクエスト、しまくとばに関する質問など、どんないゆしてきみそを利用。電話とファックス番号や、098-934-8653 934-8653 E メールアドレス 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp この番組は FM コザ 76.1MHz より地域のためのラジオ FM コザ、沖縄ハンズオン NPO、学校法人知性会琉球リハビリテーション、トイレ、クーラー、水回りのことなら茶炭町を加え、有限会社万代設備のご協力しお送りさびいくと、ゆたさるぐとうにげさびら。はい、ということでね、早速始まりましたカフムイラジオチムビラヤイビーシが、本当もう1週間過ぎるの早いね、千代さん。早いですねなあ、毎週なんか早いね早いねしてる感じがしますけどね。だんだん一なしくなっておんねし、大変ほんとね、チャーハイですね毎日が、ね、はい、いろいろほんとね、先週もね、もう馬の肺より早いんじゃないか、肩通ったしがな、馬が追いつく速さじゃないですよね、もうね本当にあの年末に従って早くなりますね、一日一日が、はい、なあチャーハイへ、またあの本当12月ね、しわしに入って、なんかもう今度ね、クリスマスから正月からってことで、なんかせ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 かしてきますよね。いや本当に、あのこうね、あの道歩く時でも、やっぱりこの皆さん見てると、なんとなくせわしいような感じで歩いてますもんね。あんすぐとよ、ドゥーンチムサ、チムなんなんていうの、チムどんどんかな、なんかなんかチムサーサレ、なんとなくよ、なんかせわしくなるような感じで毎日が ね、 そうだね、大変です。うーん、またね、本当あのこの年末に向けてもうあっという間にまた日が過ぎてしまいますので、まあこのね季節の変わりも今日少しまたあったかい感じがね、抜く去る感じ、そういびいしがな、またうぬ季節の変わり目、日さくなったりまた暑くなったり、まあ寒暖差がね、昼と夜あいびいくとな、インフルエンザまだ早とおいびいくと、ぐすよきちぎてきみせびりよ、あのふかからもつたるバスね、手洗いうがいさねからすぐ喉をまた乾燥そういびいくと、ね、喉痛いする人も多いのでね、あのうがい手洗いまめにお願いします、そうですね、はい、
そしてね、あの季節もね、まあ、ちょっと今週あのぐずついた天気だったんですけど、うん、今日もちょっと曇ってるね。ねえ、そうですね。中のやアミグアフティ、中やまたチャーガナイラ、まあね、いっぺんイサラ人でもやるよ。こんな私見たらもう皆さんは暑いはず多分。なんだろうと思って。うん、ねな、チャー風邪が怖いから。そうだね。チャー暑気になってますけど、帰ってこれ悪いのかなとも思ったりしますけど。うんうんうん、どっちがいいのか、中央は現状暑さいびぐつや、うん、うんじゃないよけ暑いと思いますけど、どうですだからね、不感慨いじれからな、カジゴアフトイビグと、うん、な、クーテンゴは、あの、長袖一枚ね、羽織るだけでも変わると思いますけど、うん、室内入ったらね、少し暑いかもしれないですね、うんうん、はい、今日はなんか暑い感じ、うん、なので、うん、あの皆さんのこのね場所場所によってあの体温調節もしながら、はい、ぜひまたあのお仕事頑張っていただけたらな、ね、リチウムトイビン、はい、安静最初 CM イチャビラナリチウムトイビンカフムイラジオチムビラユタサルグトゥウニゲーサビラウニゲーサビラユタシクウニゲーサビラ。はい、ということでね、始まりましたカフムイラジオチムビラクマ、FM コザのスタジオから生放送しうとどきそういびん CMIB タン。はい、ということで千代さんお知らせ あるということでお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、今度12月24日土曜日ですけどね、うん、あの福原恒夫先生、はい、それからあの福原恒夫先生の、作曲活動ですね、55周年記念ということで、うん、和舌島に捧ぐ、このイベントが、ね、12月24日沖縄市民会館大ホールの方で、昼ですね13時半から会場ですね、うん、で14時から開演いたします。うん、交響楽団による福原メロディーですね、うん、であの多くの方々がこうあの出演なさいます、うん、指揮が高宮哲夫さん、はい、そして出演が沖縄交響楽団、うん、琉球フィルハーモニック、沖縄交響楽団、うんうん、それから混声合唱団ですね、うん、フォレスト混声合唱団9人部、うんうん、それからローズベルカント、う
沖縄市児童合唱団、それから琉球民謡 の、 あのフォーシスターズ、フォースターズ、知念律子さんとか千葉な健翔さん、いや千恵子さんで、おから、日高貞子さんで、山田ひろえさん、でこういう素晴らしい方々の出演で、はい、あの催されますので、うん、ぜひあの皆さん当日ですね、12月の24日これ、うん、あのイブの日ですね、クリスマスイブの日、ね、ちょうどイブの日、はい、ぜひあの沖縄市民会館の方に、はい、あのおいでいただきますよう、よろしくお願いいたしますあとね、うまくいったかなすみません、これ、はい、じゃあ見て、見てください、はい、お願いします、ありがとうございます、はい、じゃあナーチュケン、ごわんね、うぬきさびら、よろしくお願いします、はい、公共楽団にゆいびる福原メロディ、福原恒夫先生作曲活動55周年記念イベント、はい、ナトイビン、うん、わしたしまにささぐ日、うん、しわしの24日土曜日、うん、沖縄市民会館大ホールーティムユーサビン、会場や、午後1時30分からで、開演や、2時からとナトイビン、入場料や一般が3500円、高校生以下や2000円、当日や、自由席 IBC が500円増しるなといびん、プレイガイド福原音楽事務所、琉球新報本社中部支社北部支社、売りから、うちな市民劇場アシビナミュージックタウン音市場キャンパスレコードテリア楽器店福原楽器デパート流坊コープアプレ、ファミリーマート E プラスローソンチケット L コード83059となっております。指揮が高宮城哲夫さん、そして出演が琉球交響楽団、琉球フィルハーモニック、沖縄交響楽団、混声合唱団フォレスト、混声合唱団クネンボ、ローズ&ベルカント、沖縄市児童合唱団、フォーシスターズ、知念律子さん、千葉な健翔さん、伊波千恵子さん、おから、日高貞子さん、山田ひろえさんとなっております。プログラムや場所を譜、ゆなの花、へいにせいた、ちょっちょいごあ、あ、ちょっちょいこむゆた、ちむがなさぶしからまた島島会社メドレー、わかんじ、わきんじ、わきんじ、ゴールマーとか、民族音楽詩曲、とよむなどなど、ウフォークの内容なといびくと、ぜひぐすよいめんしえびりょうたい。はい、よろしくお願いします。うにげさみら。はい、ということで、はい、どう、福原メロディーね、はい、ありがとうございます。クリスマスに福原メロディーで、あのこの年のね、また後半迎えるのも面白いかもしれないですね、うん、もう素晴らしい演奏だと思いますのでね、はい、ぜひ見ていただきたいですね、はいはい、ということで今日またあのちょうどしわしに入って最初の放送やいびいくと、はい、なこのしわしの昔生昔日カタラナやリチュムトイビー氏が千代さん、あのクーサルバスね、このシワー氏のな、うん、あの土地なだあの新章アイビラン旧章、旧章でしたね、うん、私たちの頃はと思いますが、うん、あの昔のこのクーサルバスのこの正月の準備、ああ正月のアイビータがや正月の準備日、あの、うん、正月ないね予定、うん、あのまずあの各あの家庭では、はい、どこのお家でもあのこう豚を養ってましたのでね、そうガチンでね、すぐワークルス氏が、うん、天のやんじん熊のやうたんてぐえぐえぐえしてこの豚の鳴き声が聞こえたのが印象に残ってますね。うん、各家庭でも自給自足の時代ですから、うもうね、いろいろこうガチンでね、まじお肉シシエビシエや、はい、うちなおとって、はい、あんさにまあ年のゆるの場ね、うん、この傍受心でやんかよ、はい、この大きな年といシシシシンでやんよ、うん、大きなあのこの豚の大きな肉をね、はい、このまな板、先ほど言ってたのんたがや、うん、マヌチャですし、マルチャ、マルチャ、私
私の方ではマルチャと言ってました、はい、この言葉も忘れてました。マルチャに乗せてね、大きな2個こう大きく1センチぐらい切って、お一人のこのお椀にこう入れてね、これがトゥイヌシシドということで、みんな年越ほんでましたね。年越しそばじゃなくて、年越しそばじゃなくて、うん、肉と昆布とか、渋い、そういったあのおつゆ、この上にのせて大きなお肉のせてね、あの 年の夜を越しました、はい、これがもうごちそうでしたからね。うちの白いご飯に、本当に年に7月そう月しかこの白いご飯は贅沢に食べられない時代ですから、もう七月と正月日け、獅子あたいんりち、そうそうそう、あせなもう正月見えないねから数数えてね、だからもう一瞬あの一回にこう食べられませんよね、このお肉というのは、だからね、あのカーミーよ、カーミン会すぐあの回す時期、お肉は回す時期してもお盆までも持つように感じで、そして普段1日15日はちょこっとこうお肉を出して、炊いてね、そういった、本当にもうあの贅沢には食べられないで、お盆まで本当にこれ持つような感じ、もう数値化して、とにかく数値化いいし、数値化、はい、こういったあれで、年越しました。あとまあ豆腐天ぷらですね、豆腐天ぷら、天ぷらにちんあんまり なんとかな、あの今みたいに贅沢ないろんな具を入れてじゃなくて、まあ、あるもの何かでこう、かき揚げみたいな感じ、かき揚げみたいになんかいろんなの、そうそうそう、あるものをもじゃあって、空母軍母とかね、そういったあの贅沢にないですからね、とにかくあの湯のあれ湯、こんな感じ、なあ心配だかしーちゃんちゃからちちることアイビーたちがあのタムントイ、タムントイ、はい、あのこの正月に、あのこの山積みにしてね、やったっていうことも聞いたことあったんですけど、やっぱりそういう場合は、あのシムウトウティ、この薪を炊きますのでね、やっぱりそういったお正月とかのそういったあのためにこう、薪を買い込んでこうずっとこうあの置いてこう、なんか例えばお芋なんか炊くとか、あのお台所の方このなんかそこのなんかあったんですよ、この薪をこう並べておいてね、これを乾燥させて、あの燃えやすいように、そういぶす感じで、薪を置いてました。でそういう時にはもうあの使いますからね、なんか正月の命ないねえからあのあまたいっぺいちゅうなさくないびくとしこいもんすんち、そうそうそう、あんさくとなわらびんちゃやまたこのあのたむん、むるさしやなあちみてこのやあの草案会並びてなこの3日間やあの正月準備でいっぺんあの、やあの火星さ3年ないびらんくと、なおやあの草案会むるし並びとうたんどおりち、話し合いびていくよ、そうです、とにかくね、もうまんかマジで落ちる場合よ、のきにはまた置いたらね、とってもよく燃えるからっていうあれで、いぶす感じ、マルチャ、ね、マルチャという言葉も、すごく初心に聞きましたね。私この間ビンダレ聞いた時にあいと思ったけどね、ビンダレはよく、ビンダレヌエビマルチャというのがあんまり最近使ってなかったですね、本当に久しぶりに聞きましたわ。ビンダレヌエビ、ビンダレはあの洗面器、あ顔を洗う時に使うのビンダレ、ビンダレビンダレ ねビンダレムンナレみたいな。ああそうね、はい、マルチャ、マルチャね、絶対これね
あの日頃から使ってないと絶対に覚えきれない単語だと思いますけど、はい、今日の2つの単語出てきたね、はい、マルチャジシとマルチャでしょ、はい、あのマナ板、うん、木で作ったね、うん、分厚いこう木で、うん、あの両方に足をつけたような、うん、マナ板、足もついた、うん、足をつけた、今はあのあれさ、なんか下駄みたいな、そうそうそう、うん、あんな感じで作ってましたね、うん、下駄みたいな形のまな板ね、マルチャね、うん、はいはい、はい、ということでマルチャ自身と今日はビンダレマルチャ、ね、この2つね覚えた方がいいね、覚えておかんとかね、マルチャ自身のマルチャはまな板、マルチャ、マルチャね、うん、マルチャはまな板、まな板、足つきのまな板あのよくあの居酒屋とか行ったらあの握りが乗ってるような感じ、あそうそうそう、あんな感じ、あれの大きいの、ね、あれのマギーズ、はいはいはい、あれだったら皆さんイメージしやすいよね、そうですね、はい、あれの大きいバージョンですね、うん、はいはいはい、はい、そしてビンダレーが、洗面器、洗面器、ね、昔のカーニーの洗面器、ね、ゲタがついでにこのマネタみたいなあのゲタは、うんうん、足じゃって言ってました、あ足じゃ、足じゃ、うん、なるほどね、昔でもあの自分たちの目からもちっちゃびたしがあのシージャンちゃん会、特にあの短命とか、うん、面会、あの食事、うん、渡す時のお盆に乗せて、はい、渡しよったよってことでね、そうですね、うん、とにかくね、もう戦前はよ、男はこう敬ってましたのだ ね、うんね、 ね、うん、特にも長男は、うん、長男はもう上座、うん、うん、お父さんの次はもう長男ですからね、うん、はい、だからもう長男はすごい威張ったもんですね、うん、な夫のちゃんみんな従う、 うん、うん、文句も言えない、何も言えない、ね、うん、もうシージャーの言う通り、うん、やっぱりお父さんの次ですから、うん、兄さんの言うこと何でもはいはいでしたよ、うん、何も愚痴も言えない、うん、もう芸したら怒られるもんね、芸、うん、したらもうすぐもうチンチン怖いです、あのチンチカリ運動されるからね、怖かったですよ、なんかうちの運命もね、あのおじ、あの短命会、あのキセルでよく、うん、あの、あ、はいはいはい、薄ぐられたよって言ってましたね、キセルってこの長かったですからね、うん、戦前はね、そうそう、あのこんな長かった、カニがあってね、こう棒があってね、うん、で棒が竹の棒があって、うん、あ、また向こう側も吸うところもカニになってるんで、だからこの人長いわけ、うん、大変ね、名号さ、タバコよりもこのキセルの方が体にまだ、そうそうそう、もう長いです、このぐらい長いから、うんうん、こんなに長い、このぐらい、うん、長いのはこのぐらいの20センチ30センチぐらい、30センチ、ね、ラジオ聞いてる人このぐらいって言ってもね、このぐらいって分かんないですね、20センチ25センチぐらいかな、うん、ね、長いキセル、あの先の方もカニ、うん、またそこを竹で作って、そこをまたカニで吸うところ、うん、そんな作り方されてました、そう、だから長いからそこ、うん、コーサーですねえもうだからなんかこの何かをやるたんびにちゃんと丁寧語の敬い言葉で、はい、あのちゃんと手ついてなんとかさいってことでね、うん、やらないとすぐもうキセルですぐられたよっていうことで、うん、話よく聞きましたね、はい、うん、だからとってもあの昔のこのシージャンチャーとっても厳しかったっていうことを聞きましたね、うん、はい、だからあの私たちが小さい時もそうでしたけど、うん、あ、生のわらびんちゃんやいっぺあのなんていうのかな、こんなに優しくして甘やかしたらダメよって言ってよくね言われましたけど、自分も小さい時とってもね厳しくされましたけど、うん、でも今考えたらこの運命が言ってること分かるなって思いますね、特に沖縄のこのいろんなことを勉強していくと、うんうん、やっぱこのね昔の人たちの教えっていうのは、はい、あの一つ一つがやっぱり理にかなってるというか、そうですね、その生活の中で必ず必要なことなんだなっていうのはすごく感じますね、まあ、これはずっと見てますからね、うん、だからそういう戦前まではそれがもうつながってずっとそういう生活だったんですけどね、戦争が悪いんです、戦争が来てからもろ崩れてしまってね、もういろんな生活やってきてますので、戦後はいろんな
苦労もするしね、うん、食べ物はないし、はい、もうそういうさまよいながら生きてきたような、うん、ようやく生きてきたような感じですのでね、はい、なまあ感じの肥満ねえらあたりですよ、うん、そういうのが、そうだよね、うん、そういうのがほらおじいちゃんおばあちゃんが誰かどなたか亡くなったりお父さんお母さんが亡くなったりみんなもうさまよってる時代ですからね、うん、だからこの戦前の姿はもうなくなってるんですよ、うん、戦後とともに、はい、みんな生きるだけで精一杯ですから、うん、そういった時代を通り生きてきてますのでね、うん、それでこの戦前のあの姿が、うん、そこで消えちゃったのかなと思いますね、うん、みなしごも出るしね、うん、もういろんな人 見ないといけないし、うん、大変でしたもん本当に、うん、何にもそれにそういうもう肺の中から肺上がってきたような時代ですから、はい、何もないですよね、うん、今で連絡しようと思っても電話もないし、うん、新聞も見られない何の報道もできない時代、うん、もう本当に何もない時代から生き残ってきたい人が精一杯生きてきた、うん、それでわらびんちゃんだあんまりまずご飯をあげないといけないから親も子供を見る余裕はないんですよ、うんうん、ただ物を下げて食べるものを探すだけで精一杯です、うん、ですからね、うん、だから教育というのはまた教育でも学校でもそれも何も帳面もない、うん、鉛筆もない、うんうん、その中からアメリカのメリケン小袋、はい、紙あれをね、うん、切って帳面風にこう四角に切ってね、うん、それで糸でこう、うん、ちょっとこう止めて、うん2カ所ぐらい止めて、それを帳面してましたから、うんうん、お洋服でもね、はい、払い下げて軍の、うん、アメリカさんたちがこう戦争中に着てお洋服、うん、あれを解いて崩して、うん、スカート塗ったり、うん、メリケン小袋で上着塗ったり、うん、この中でも本当に何にもないそういう時代 でしたのでね、うん、もう子供こう育てる余裕なんてものと教えるとかねその、うん、もう生きるだけで精一杯でしたから、うん、戦後は、うん、それでね戦前の姿がもうまるっきり、うん、もう忘れてしまった感じ、うん、お年寄りがいらっしゃる方はまだ良かったと思いますよ、うん、もぬならししてねお年寄りがお家でこうこんまがねちゃんにもぬならしする、うん、その先生がまあ先生みたいですよね、うんうんおばあちゃんおじいちゃんっていうのは、うん、子孫子供たちに孫たちにむなら足する、うん、おじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃるところはまだ良かったかなとは思います、うん、それでもね怪我したりないかんやでしょう、はい、戦争の後ですから、うん、大変でしたとにかく、うん、もうこれも戦争の話になっちゃってますけどごめんなさいそういうあれでねまあね、うん、何もないところからやっぱね這い上がってきてるからやっぱ生きる時の厳しさもあったりっていうことなんですけど、はいまあ、本当にね今物も溢れた時代で便利な世の中になってるので、うんはい、もう本当に千代さんたちがクーサルバスの未熟みとか、ね、タムントタイとか、うん、もうひねればジャーだからね、うんはい、こういうのもわからないと思うんですけど洗濯も川から水くん、うん、くり、うん、バケたらいたらいんかい行って、うん、またこうやるの手でこう、うんうん、手で、うん、みんな一枚ずつね、うん、手でこうこすって揉んで、うん、汚れ落とすこんな、うん、とにかく時間もかかるし、うん、ねえうん、疲れもするし、うん、でまた何か他のこともやらんといけない、うん、次の仕事が待ってますから、はい、本当に時間というのがないんですよ、うん、毎日毎日自分は石鹸あったの石鹸もないです、うん、ですね、はい、戦前を石鹸使って覚えちゃった私はもう小さいから 6歳7歳ですから、はい、ちょっと石鹸使ってこの手でなんていうの顔石鹸みたいな、うん、そういったのあったような気もしますちょっとはっきり覚えてないね終戦後がねなんか、うん、バター、うん、チーズみたいな、うん、大きなこんな大きなね、うん、石鹸があったんですよ、うん、だいたい7センチぐらい10センチぐらいかな四角いね、まあ、四角の、はい、バター
バターじゃない何チーズみたいな石鹸があって、うん、これでこうやって、うん、あの井戸の底の方で広げて、うん、あれ塗ってからねこのたわしでこんな、うん、こすって落とすような感じで洗濯してましたね、うん、洗濯を、じゃあもうそれまでは水洗いそうです、うんうん、なんか足で洗ったりとかもあったし、ねまあ、足ではそれもありました、うんうん、あのたらいに入れてねあのやっぱりこうかんちょっと少ないとか足でもこうできますよ、うんうん、そんな感じで、ね、たらいに入れて足でこう踏みつけて汚れを落とす、うん、そんなやり方、うんうん、芋洗う時もね足でやったよって言ったけどね、はいはいはい、そうです芋も足でこう、はい、大きなこのお鍋みたいなものに入れて、ね、足でこう踏んだり踏んだりして、うん、あの泥を落としてました、うんうんうん、じゃあもうあの時からもう手先用だったんだねみんなねだから健康ではあったと思いますね、うん、足腰を使うからね、はい、全身使いますよね、はい、一日一日の仕事でも、うん、本当でも80以上の方たちはTシャツはとっても頑丈ですよね、うん、腰もね、うんうんうん、まずね畑仕事なんかやった方は強いですよ、うん、今でも、ねうんうん、確かにだから健康のためと思って頑張ればいいんですよ、うん、何人でお万よい、うんうん、いい方向に考えてね、うんうん、あ俺何時屋さんでも健康になるなと思って、うん、そうだね、うん、いい方向に考えてもらうことやれば、うんあの少しは楽になりますよ難儀でもね、うん、さっきあの石鹸って言ったけどこれサフンっていうサフンはい、うん、おーサフン、うん、サフンはい、うん、私の方がもうそうですね本当に忘れてました、はい、じゃあ今日の3つのキーワード出てきましたね、うん、はい、T1 は何だった石鹸、うん、ビンダレ、はい、ビンダレ、はい、洗面器ね、うんはい、そしてマルチャマルチャマルチャは、うん、あの足がついたまな板ですね、うん、そう、はい、そしてサフン石鹸忘れてました、ね、本当に今日はもう生活必需品ね3つ、はい、ね、覚えたかな、うん、もう覚えました、ね、これ使ってましたからねもう、ま、前はだからね、うんはい、あのシージョンチャーの皆さんもね、はいはい、クリーンアインドっていうのがあったらぜひ教えてくださいね、うんはい、じゃあ今日は釜は分かります？釜この釜待ってよ木を切るこの草木を切る草木を切る釜そっちの釜何かね待ってよイライラナいいそうそうそうへイラナイラナかイラナイラナあの、うん、あれで出てくるよね、はい、何だったっけうんとあのミミチリボージの歌いらなほうちゃんむっちょんどというのねいらなとしーぐんむっちょんどしーぐん言うよねしーぐは分かりますよねしーぐはあのカミソリちっちゃい刀ね昔小型前はねあの、うん、そう小刀みたいなカミソリ、ね、こう折り曲げてね、うん、危なくないようにこうする、うん、あれがありましたひげ剃りとかする時に、はいうん、これにシーグと言ってましただからね、うん、あれ歌聞いたらとっても怖いんだよね怖いですね角に耳ちり坊主がタッチョンドって言うさね、うんうん、でいらなシーグムッチョンドって言ったら子守歌だけど眠れるのかなってね思ったんだけどね、はい、ねえだからもう来るから早く眠りなさいってことだよね結局ねそうですねあの怖い思いするからねあれが来て耳切られるよっていうふうにだから眠らないとね、うん、かそういったのもあったからねそうですね、うん、そういう言葉も今は使わないから、うん、本当に忘れますね、うん、普段使ってないからそうね、うん、まあまた一つ一つねあのこれくれクリアンどうって話するってことなかなかないからねそうですね、うんうん、だからまたこうやってね話の中で出てきた時に、うん、はい今日の3つの単語ってことでね出てきましたけど、ね、番組最後の行くまでにまた皆さんがね聞きながらはいこれだったさって思い出したらいいそうですね、はい、どしどし、うん、これもあるよってのもあったらぜひ、うん、
皆さんあのツイキャスからも同時放送してますので、ツイッターできる方はまたこちらからぜひ参加お願いします。そしてユーストリームご覧の皆さんはあの私たちのね喋ってる姿もんちゃらくとないびくとこちらからまた楽しみ歌びみせびりで、あのワンニーなあの携帯とかファックスとかあの近くいることないビランサーっていう方はあの FM 小座さんに連絡してね、このスタッフさんに行っていただければあの監視アイチョンドとか監視アインドってことでな、うん、伝えてくださいね。リチ行ったらあのスタッフさんが丁寧に対応しますので、そちらもぜひ重ねてお願いします。そしてまたあのこのアベニューの入り口通るときね、もしあの散歩しがちなあの通るときにはまた手振ってくれたらみんなで手振って返しますので、はい、お願いします。はい、ということで、もしわしのね、確かに何もないけどこの準備したりとか、うんね、昔のこの生活の様子っていうのはすごいのどかなね、うん、感じがしますけど、今みたいにこのせか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 しないでゆったりとした本当の時間が、まあ、忙しい中にもちょっと余裕があるというかね、うん、そういう感じを受けますけどね、はい、うん、あとこの何か飾り付けとかもあるんですか、うん、正月大晦日か、あ、そうですか。飾り付けっていうよりはあのね、うん、あの門の方に松の枝、うん、松の枝、うん、松の枝、うん、とあの抱きごをね借りて、うん、切ってあれを立ててました。うん、あ、じゃあこれはもう置くだけね、うん、何もないから、あのこれはもうただ置くだけ、飾るみたいな感じで立てて両方に門の、はい、そういう風な、うん、お正月はあの門松あれ置いてました。あ、じゃあもう前の日で取りに行って、うん、そうそう、はい、前の日でこのマーチ抱き具合とか、うん、もうそういったのよく琉球松も多かったし、うん、山行けばいくらもでももう取れるから、うん、それをまたちょっと枝具合折ってきてね、はい、両方にこう立ててました。うん、うん、それでもあの頃からするとね、うん、やっぱりいい感じでしたよ、うん、松の枝をこう置くというのは、はい、普段はないものがここにあるから、うん、あ、年に一度だけだからもう、うん、これはあ、お正月らしいなという感じはしましたね、よく。うん、あのしめ縄とかもアイビーたの、しめ縄はどうでしょう、あれも戦後見たことなかったですけど、あれ戦後内地からこう、うん、来たんじゃないですかね。じゃあもう大和のようになってから入ってきた感じかな、うん、そうですね、はい、うん、全然はなかったです、うん、と思います。私は見たことがないなあと町ではどうですかね、うん、またもう田舎ですから、はい、順農村で、うんうん、そっか、うん、締め縄はちょっと覚えてませんね、ない、うん、なかったと思います。でも町のファートだけこの飾るっていうのは、うん、やっぱこの正月にそれをやるっていうのは、はい、うちなでもあったっていうのはね、一度ですから、うん、それはありました、うん、やっぱ松と竹っていうのはやっぱ縁起がいいあれでもあるからね、うん、そういったのもあるかもしれないですね、うん、はい、あと、うんうん、なんかさっきの話、豚の輪の話に戻ります、うん、この沖縄は声以外は全部食べるって言ってたんですけど、うん、このなんだっけ、あ、中身とかも、はい、うん、中身は中身もうん、保存して食べたんですか、それともすぐ正月で食べたんですか、うん、お正月の時に、うん、ほら、おつゆご飯がありますでしょ、はい、そしたらね、あの中身は、うん、チュムとか服とかいろいろありますよね、はいはい、心臓肝臓いろいろありますよね、うん、でそういったのはあのこの内臓、うん、内臓と一緒に炊き込んで、うん、あの内臓のほら中はちょっとあんまよ、あのあれよね、うんうん、あれはきれいにね、あのだいたいきれいに取って海で洗ってきて、うんうん、お、海で、うん、海の塩で洗ってきて、うん、あのわきなな中の方ですから、うん、もう悪いのでも海でこう洗ってきて、うんうん、でまた塩でこうきれいにもみ洗いして、うんうんうん、もう本当にきれいに洗ってから、うん、
それ全部内臓を一緒に炊いてチーリチャー作ってましたよ。チーリチャー、豚の血もこうせめぎ取っておいて、これまた内臓と一緒にイリチャーしてましたね。人参とか入れてね、はいはいはい、昆布入れて、昆布こま切りにして、人参も、小さく切って、それまたイリチャーしたらとっても美味しかったですよ。チーリチャーの臭みがダメっていう人も多いけどね、やっぱ臭みある。でもあれなんですってね、この最初のたぎらかしてる時やっぱチーのこの匂いするってよく聞きますね。そうですけどね、でも私たちとしてはとても美味しいなと思いましたよ。美味しいと思って食べてました。まあね、あの時はもう何もないし、当たり前に食べてたものだからね。そうそうそう、はい、もう毎年これを食べてますから、もういつもの美味しいなという気持ちで食べてました。そうだね、はい。じゃあちょっとここで CM 行ってみたいと思います。カフムイラジオチムビラユタサルグトゥーニゲーサビラ、はい、ニゲーサビラ、チーニチャー食べたことない、食べたことない。へー、そう、美味しいですよ、味濃った。はい、ということで CM やいびーたん、ここ FM 小座のスタジオから生放送し、うつづきそういびんかふむいラジオちむびら、なあ、あと時間がもう11分残すところねなりました。はい、だんだん交通量もちょっと増えてきてますね。バスも往来してますけれども、またちょっとなんか外のね雰囲気見るとちょっと寒くなってるような感じがしますね。なので皆さん外出るときは少しあったかい格好をして出た方がいいかもしれないですね。はい、そしてこの室内とね屋外のまたあの温度差もありますので、手洗いうがいして風邪予防を努めていただけたらな。リチウムトイビンな昼夜このシワシ最初のラジオ放送なトイビクとな、このシワシの話から昔のこの正月の準備の話、思考移民の話とかは苦しびさ、それからわしし監視課団どうっていう話とかですね、その中で出てきたまた単語をピックアップしながら話をしています。はい、ということでさっきも言ってましたけど、今度5つになりましたね。さっきみーちあいびーたしがな刀あの鎌とかね、カミソリ、まあ、小刀出てきましたので、もう一回復習してみようかな。はい、まず一つ目が、マルチャ、マルチャ、はい、これまな板、まな、足つきまな板ね、はい、はい、そしてビンダレー、ビンダレーは洗面器、ね、はい、そしてサフン、サフン、はい、サフン、
鹸、石鹸で、うん、あの洗ったよってチーズみたいな形のね、大きいのがあったよってことでありました。そして、うん、釜分かりますかってことでイラナが出てきましたね、うんうん、でこのシーグなんだったっけ、ミミチリボージの歌の中に出てくるよって話から、うんうん、はい、イラナとシーグムッチョンドってことで、シーグ小型なね、うんうん、カミソリみたいな小型なもありますよっていうことで、今日は5つの単語が出てきましたね、うん、はい、はい、忘れていた言葉も思い出しましたね, ね今日はなんかこれもあったよっていうのがあったら、ぜひ来週でもいいので教えていただけたらな、うん、リチウムとイビン、うん、はい、じゃあもう一回だけ、先ほどの、福原先生のちょっと案内しましょうかね。お願いします、はい、交響楽団による福原メロディーということで、2016年12月24日土曜日、沖縄市民会館大ホールにて、うん、福原恒雄先生の作品活動55周年記念、鷲田島に捧ぐ、無遊佐便、会場や、午後1時30分、そして開演が、午後2時となとい便、入場料や、一般が3500円、高校生以下が2000円で、当日や500円増し、なとるくつ、なとい便、そして、プログラムが芭蕉布、ゆうなの花、へいにいせーた、ちょっちょいこもい歌、ちむがなさぶし、しまじま会社、わきんじ、ゴールマー、民族音楽詩曲とよむほか多数となっております。沖縄市民会館の大ホールでありますので、ぜひ福原メロディーですね、クリスマスの時期ではありますが、お聞きいただけたらな。リチウムトイビンユタサルグトゥニゲーサビラ、12月24日土曜日、沖縄市民会館大ホールにて、午後1時開場、午後2時開演、鷲田島に捧ぐですので、ぜひ、皆さん、ユシリティイメンシェビリオタイ、はい、はい、イベニフェデビルってことで、はい、いたしくにげさびら、はい、うん、千代さんはこれは何演奏したりとかはしないの？いや前を私たち、うん、私たちは演奏したんですよ、何度も、はいはい、あちこちで、うん、ところ今回はもうオーケストラに、オーケストラにお任せると、はい、うん、はい、もうあちこちで、うん、荘園を除幕式とかね、やりましたね、どうぞね、はいはい、以前とかあちこちで、うん、去年は首里城とか、うん、沖縄市民会館、会館のこけら落としも私たちやってます、はい、あちこちで、うん、四国とかね、はい、あちこちでやってきましたよ、うん、今度は芸大の先生ととか、はい、今も今度はオーケストラですね、うん、だからこれずっと受け継いで いけると思います、いかれると思います、ね、皆さんで、はい、そうだね、うん、終わったら卒業です、はい、うん、もう今度は若い方、うん、プロの方ね、はい、そういったオーケストラの方に、うんうん、受け継がれてますね、うん、はい、ね、うん、ね、素晴らしい演奏だと今回もちももうぜひね、友達みんな誘って行こうかなと思ってます、うん、はい、ぜひまた行きますので、うん、皆さんもこれ絶対素晴らしい演奏になると思います、はい、ぜひ皆さんもよろしくお願いします、うん、はい、じゃあ千代さん太鼓判の福原恒雄先生の作品活動55周年記念、鷲田島に捧ぐ、ね、12月24日土曜日、沖縄市民会館大ホールにて行われますので、ぜひこちらの方もチェックしてみてください、お願いします、うん、はい、じゃあここでちょっと一曲いってみたいと思います、もう先ほどからずっとねお話ししてますが、まあ、この福原先生のメロディーの中から一つご紹介したいと思います、うん、やはりこの沖縄の、原風景はもうこの曲じゃないかなということで、しまじま会社ですね、うん、これをフォーシスターズさんバージョンでお届けしたいと思います。うちちになてぃきみしえびりしまじま会社やいびん。
はい、お届けした曲はフォーシスターズさんで島島会社ヤイビータン。やっぱいつ聴いてもいいですね。いいですね。うん、ね、うちのこんなだったはずねっていつも聞きながら思いますね。はい、ということであっという間にもお時間1分残りなりました。またね、はい、来週もこの島言葉大和口まんちゃんひんちゃですけどお届けさないありちゅうもといびいくとまた来週お耳に伺いたいと思います。ちゅうやはるうと、はい、深町よこやいびいたん、はい、そしてりさやいびいたん、はい、また来週やったいっぺんにフェーデビル、フェーデビル、はい。